いいニュースほどきついコメント来るんですよ ね、 ね、はっきり言うけど落ちてきとるで。絶対関西の人やん。本数で稼がないといけないのは恥ずかしいよと突き回す。どうもかまいたちです。ウスコイ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 。さあ本日は、はい、ネットニュースのコメントを読んでいこう。はい、はい、いろいろちょっとまた溜まってましたね。そう、この YouTube のとかめっちゃネットニュースになってんね。すぐ。そうですよ、恐ろしい速さでなるから。まあ見ていきましょうかまずこれですか。はい、かまいたち、あの先輩が弾き出した年収5億円説に困惑。ありましたね。 あるわけないです。これは本当信じる人もいるのかなと思うんですけど。だって俺このネットニュースとか、うん、まあ、これせやねんで富澤雅さんとかタムケンさんが喋らはったんですよね、はい、うん、でそのところ画面を写メして友達が送ってきて、うん、マジっていやマジなわけないやん。いやだってノブさんが他の番組で、うん、今吉本の収入ランキングはダウンタウンさん構いそんなわけないや何の番組で言ってあったんそれニューヨークが言ってました、ノブさんが言ってましたって。そんなわけないねんから、変な情報がいかないようにね。プロ野球選手やね、5億円ってほんま巨人時代の松井やん、金本選手とか。えげつないがな。でコメント欄見たら、うん、吉本には5億入ってるかもね、そこから2人に分配されるんじゃないの。入ってないって。入ってんの吉本に。そんな入ってないよ。売り上げが5億ってことやろ、だから単純に俺らの、うん、そんなわけないよ、うん、ないんですよ。そんなわけないんです、うん、いやこれすごいね、うん、大して視聴率取れなくても事務所の力で番組出られるんだから安くて当たり前、ポットでの若手みたいにいつまでも本数で稼がないといけないのは恥ずかしいよと突き回す。はぁ、己をどつき回した恥ずかしいの俺らが今やってることめちゃめちゃ数稼いでるのって本当に。でその、うん、事務所の力ってめっちゃ言われるんですけど、そうやね、ま、あのね、自力のみよ俺ら。いやもちろん会社もうちの芸人どうですかとか言ってくれてると思うけど、うん、俺ら吉本様じゃこの芸人使えはないよ。本当にない。ほんまにで事務所の力があったら俺らもっと早くに、そうよ、押してもらってないとおかしいよ。よく言われるよな、事務所の力っていうのな、うん、言われるよね。もしかして使ってくれてんのかな絶対使ってない。いやてかこれは別に俺らに限ったことじゃなくてどの芸人さんもそうやから、そう、事務所の力で今誰々推してるとかないのよ。事務所のご利押しでみたいなのはない。ない。だって例えばさ芸人さんでもうモンスターばっかりなわけじゃないですか、うん、一軍のもう超一流の人たちばっかりなわけじゃないですか、はい、そこにただただご利押しで行ったやつがなんかできるわけないですよ、他の芸人さん見ても、うん、それがちょっと分かってほしいよな、うん、それはそれはないんです、そういうのは。ご了承してください。次のニュースいってみますか。いきますか。かまいたちレギュラー番組増、第6世代が秋の改編で巻き返し台頭のわけ、うん、ですね。ありがとうございます。なんかね書いてくれてますよ。まあ、レギュラー番組が秋から16本になるっていうことで結構そこをいじってもらってありがたいんですけど、うん、こういう考えもあるんだなっていうのが、うん、正直私はかまいたちさんすごい大好きなんですよ、うん、ただたくさんの番組に出てるのでどれかを見なくてもかまいたちさんが急に業界から消えないだろうという思考になっているので好きになり始めた頃に比べるとレギュラー番組は見なくなりましたなるほど。だからあれですね、私が押さなくても大丈夫だよって、もう歩けるよねっていう、うん、歩けないです、まだ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 お願いします。うん、きついコメント多いね、辛辣な、まあ、こういうだからポジティブニュースには結構そっちのコメントが増えるよね自然と、うん、悪いけれども私はかまいたちを面白いと思ったことはない、
まあ私自身がお笑いと距離を置いているせいでもあるけれど、とりわけ吉本興業とはなおさらに。何があったの？この人、うん、吉本と何があったの？何があったの？千鳥やダイアンのユースケのような気が抜けている感じがまるでない山内には必死さしか伝わってこないから、彼が出るとチャンネルを変えます。暴力的だし暴力的ですか？嫌われてるな。山内さんも好感度燃やして仕事してるからな、うん、だって好感度って面白いですか？強っ、芸人として強っ。何が面白いの？かまいたちは特に山内が本当に嫌いだ顔がすでに受け付けないし、トークやエピソードもほとんど全てが不快だ。どの層に受けてるのか知らないが、最近自分の好きな番組がどんどんかまいたちに汚染され迷惑している。すいません、すいません、汚染してます、すいません。そんなことになったんですか？なんでだろうか。うまく説明できないんだけど、私は山内が苦手なんだよな。めっちゃ苦手がられてるやん。なんでな。ちょっと山内さんが苦手、芸風なのかは知らんが、すぐ顔真っ赤にしてムキになるところ、それ芸風？すいません、すいません。芸風じゃなかったら本気でキレてるっていうこと、まあ、本気でキレてんのか、ね、芸風やね。本気でキレてんねんな。かまいたち、はっきり言うけど落ちてきとるで絶対関西の人やん。いややわ。千鳥、かまいたち、チョコプラ、みんな面白いけど濱家だけは単体で笑ったことないピックアップされてるな。頑張ります。ちょっとね、気を引き締めていかないと。はい、気を引き締めます。ありがとうございます、うん、レギュラー16本の超多忙ぶりに回ってません。3つくらい同じような番組がみたいな、ラジオで、うん、中川家のラジオで、はい、出していただいた時言ったのがニュースになってるんです ね。こんな多忙な中、濱家さんはよく上新庄の泉屋の閉店日に来たなびっくりいや、その日もすごかったから、上新庄の泉屋に顔出すためだけに大阪行きましたからね。大阪で仕事じゃないのに。そうそうそう、前日で、前日に大阪行って朝30分だけ顔出して、そのまままた仕事行って、そうそうそう、島根だった。広島、広島か。で、ほんまは東京から広島に行くスケジュールやったのに、前日大阪に行って朝ちょっと時間作るために30分だけ泉屋に顔で、泉屋の上層部の動きしてる視察しにパッと来てね、ちょっと顔出して、いやいや、そうそう、最後やからっていうのは。そうね、このニュース嬉しかったね。売れっ子かまいたち、テレ朝でゴールデン番組初 MC、 局幹部がバランスの取れたコンビということで魅力を感じております。魅力を、ありがとうございます。ありがとうございます。目つきが悪い2人、特に山内すごい、急にディスられてる。いいニュースやったのに、うん、いいニュースほどきついコメント来るんですよね。すごい。私はかまいたちは大好きです。YouTube もチャンネル登録してるし、漫才もコントもネタも表情に至るまで若手から中堅芸人の中で一番好きです、うん、ですが彼らが MC をしている番組は今のところいまいち。僕が思うに彼らは笑いを取りに行くのに長けていて、笑いを引き出すタイプではないような気がします。お笑い芸人が MC として成功するにはゲストや共演者をボケさせるよりも、相手がボケていなくても言葉巧みなツッコミのワードセンスでボケとツッコミを成立させられるかだと思う。クリームの上田さんやさんまさん等はゲストの話の腰を折るぐらい相手が普通に話してても突っ込んで笑いに変えている。山内君はコメントを求められたら確実に面白い返しをするし、濱家君もボケに対しては最高な突っ込みをするが、相手が芸人でなくボケや振りをしてこない相手とも笑いを埋めるかどうかがバラエティの司会には求められる。業界の方ですよねこれは。ここで書くことじゃないですよ、ね、伝われって。ラリーラリーですか。ここに返信 してくださいってことじゃないすごい分析っすよ。でもそれすごいよ ね。頑張ります。どうしても山内のマットな黒目感が苦手なんだよどうしても山内のマットな黒目感、艶のない黒目ということですか、うん、MC には花がある人じゃないと多分無理だろう厳しいなぁ。いや
本当に、はい、これでもだいぶ小切れになった方なんですよ、うん、これ以上花が出ることはもうないので出てこれなんですチャンネル登録お願いします。いろいろありますね、うん、いつかねコメント欄が大絶賛のみで埋まるように埋まるようにちょっと頑張りたい、頑張りましょう。よろしくお願いします。ピーン、深いです。ちゃんと乳首映さないようにしてる。あそこは気にしてるんだ。ピーン、いやもう粉瘤の手術跡が気になるわ。粉瘤ある時点でもう不快です。